すべすべまんじゅうがに、すべすべまんじゅうがに、すべすべまんじゅうがには、エビメ、カニシタメ、オオギガニカ、まんじゅうがに属に分類されるカニ。有毒種。高長3.5センチメートル、高幅5センチメートルほどの小型のカニで、インド洋から西太平洋に分布し、日本では千葉県から沖縄県にかけての太平洋岩の岩礁海岸と、 サンゴ礁の潮被体から水深100メートルまでに生息する。あまり素早く逃げないので磯遊びなどで見かける機会もある。名の通り港は突起物が目立たず、全体に滑らかで丸みを帯びている。体色は赤褐色から紫褐色。開白色の斑紋がある。ハサミの先は黒い。海藻、貝類、誤解などを食べる。本種は有毒ガニであり食べられない。 これまでにこのカニから検出された毒成分には、麻痺性、解毒、PSP の成分のゴニオトキシン、サキシトキシン、ネオサキシトキシン、テトロドトキシン、フグ毒、TTX があり、生息地によって成分の構成比、毒量が大きく異なる。分布北限近くの神奈川県三浦半島のものは、フグ毒を主成分とし、沖縄などの亜熱帯のものは、 個体によって麻痺性解毒を主成分とするものと、フグ毒を主成分とするものがあり、中間域とも言える徳島県佐川湾のものでは、一個体が両毒を合わせ持っているとの報告がある。西尾1991年。これらの毒は、基本的には餌に由来すると推測されており、生息環境によって餌にする生物が異なることが、毒の成分や、 量の違い原因だと考えられている。体内での合成や強制微生物の存在などについては、まだ分かっていない。沖縄県石垣島のリーフで採集された標本の場合、筋肉中に 1000mU、G 以上の毒を含んでいた例あり、十分に致死量の毒を含んでいると言える。毒は主に体表部、外骨格イコールからと、不足、ハサミ足の筋肉に含まれるとされる。 神奈川県と和歌山県の個体2004年では毒は特にハサミ脚部の手のひら節と腕節、ハサミの付け根の太い部分周辺の筋肉高濃度に分布し、頭胸部、胴体の筋肉は調査個体に関しては無毒であったことから、カニが敵に対してハサミを振りかざしたり、逃げる際に地切れすることなどと関連づけて毒が捕食者に対する防御に役立っているのではないかと。 水殺している。なお、フグ毒を持つ動物のうちトラフグ、タキフグル、ブライピス、ヤトゲ、モミジガイアストロ、ペクトン、バリア、キャンサス、ヒトデの種などは、フグ毒に著しく誘引されるとの実験結果があり、彼らが、積極的に毒を摂取、蓄積している、可能性も指摘されているが、スベスベジュガニに関しては不明である。クロダイなどは本種を好んで食べる。そのため、タンクガニの名で、 釣り餌として販売されている。本種も含め、有毒のカニが存在することは地方によっては古くから知られていたようであるが、より広く知られるようになったのはそれほど古いことではない。橋本らによれば、公式な記録で最も古いものは1965年に、鹿児島県の環境衛生課が報告したなぜし現、奄美市での中毒例であるという。 この例では45歳の女性と20歳の息子が味噌汁にして食べた甲羅の幅が約1 0トルのセガニが原因で中毒症状に陥り数日後に回復した。また聞き込み調査で得られた同じナゼ市の別の例ではハムンガンと呼ぶ甲羅の幅約1 1トルのカニを味噌汁にして食べて二人が死亡、三人が重症となったという。この外にも 複数の中毒事例が確認できたため、橋本らは中毒の原因となったと思われる種や、両師らに毒ガニだと言われているカニなど15種類を、天海と宮古島から集めて調べた。その結果、埋もれオギガニゼスイマスアニアスと、ツブヒラシギガニプラティポディアグランヤロザが、有毒と判明し、1967年に報告している。彼らのグループはその後も調査を進め、 7かに属する56種を調べた結果、すべすべまんじゅうがにも有毒であることを1968年に初めて報告した。1969年にはさらに種類を増やして8か72種1000個体の調査結果を報告したが、この時には新たな有毒種の追加はなかった。すべすべまんじゅうがには本州も含めた広い分布域を持つ普通種だが小型であるためか、 これをあえて食べようとする人もいないらしく、2000年現在まで日本国内での公式の中毒事故例はないようである。同じオギガニかの有毒種で、暖かい海に生息する埋もれギガニと、つぶひらオギガニの2種では、1984年までに日本国内だけでも全部で10件余りの事故が記録されている。べての事故が鹿児島県と沖縄県で発生しており、 両県では観光施設、保健所などが、有毒ガニを食べないように、ポスター、パンフレットなどで啓蒙を続けており、事故件数は減少しつつある。また、フレスカ2001は、フィリピン農業研究局、バーの月報において、この時までに報告された有毒ガニとして、蒸気3種を含むカキの9種を挙げ、誤って食べないよう注意を呼びかけている。 ヒシガニかオオギガニか、なおすべすべまんじゅうがにでは、同じ地域でも有毒個体と無毒個体とが存在する。よって、他のカニについても、たまたま最初に食べた個体が無毒であっても、別の個体が有毒である、可能性もある。従って、よく知らないカニ、特にオオギガにかを不用意に食べるべきではない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。